ラダー後のはしご社ニューヨーク市消防局は、アメリカ合衆国ニューヨーク州のニューヨーク市が設置する市消防機関である。日本語ではニューヨーク市消防庁と訳されることもある。本部はブルックリンクの旧メトロテックセンター内、ニューヨーク市の5つの行政区内の住民に救急医療を提供し、そして火災による危険とそれに伴う市民の生命、及び 財産の保護を任務とする機関である。また、伝染病等の生物学的な危険に対する一時的な措置及び危険を及ぼす可能性のある化学物質そして放射性物質等の除去も行っている。ニューヨーク市消防局は約1万1400名の消防士及びスタッフを抱えており、市消防としては全米最大で自治体の消防としては 日本の東京消防庁に次いで世界第2位の規模である。ニューヨーク市は都市単体人口及び都市圏人口が全米最大であり、またアメリカではかなり古い歴史を持つ都市だけに、ニューヨーク市消防局が対応する範囲は非常に広い。一般の木造住宅や地区数十年のアパート、戦前から戦後に建てられた数多の超高層をビル、多くのトンネルと橋、 広大な公園と森林地帯、世界でも有数の規模を誇るニューヨークの地下鉄網など様々な場面での対処を要求される。2001年の世界貿易センタービルなどから編成され、大規模災害や特殊災害時に活動する専門家のチーム。救助隊、編集ソックレ霊下の特別救助隊。1915年に、 地下事故を教訓都市1から5巻区にレスキューカンパニーが設置された。人命救助に必要な救助資機材を有し、交通事故や水難救助など、救助活動にあたるレスキュー隊である。隊員の多くは、アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁の都市、検索救助システムの都市検索救助部隊、US&R のメンバーであり、国外の災害にも出動する。 分隊中隊分隊中隊は当初、ポンプ隊とはしご隊の活動を補充するために設置された中隊であり、現在は火災及びその他の災害で、ポンプ隊やはしご隊と同じ任務を行う、救助隊と同等の装備を所有している。分隊のメンバーは危険物処理に関する高度な訓練を受けており、ニューヨーク市消防局に1体のみ配置されている危険物処理隊を保管している。分隊は、 ポンプ車及びシングルキャブの小型救助車を運用している。ニューヨーク市消防局には8つの分隊中隊が配備されている。危険物処理隊、編集危険物処理隊は、ニューヨーク市全域を管轄としており、市内の危険物処理、建物の倒壊、汚染物処理、テロ関連事件などに対応する。危険物処理隊は救助隊や分隊のように特別な訓練を受けたメンバーで、 編成されている。危険物処理隊は、主力となる危険物処理車両及び危険処理車には、乗せきれない資機材を積載する小型の救助車を運用している。危険物処理隊は、分隊中隊によって保管されている。ニューヨーク市消防局はクイーンズに一体の危険物処理班を配備している。水上隊、編集公安部の火災や水難に対処する部隊。 ニューヨーク市消防局には3つの消防艇部隊を配備されている。救急隊、編集救急活動を担う部隊。市内を1から5の管区に分けている。ニューヨーク市消防局には450の救急隊が配備されている。そのうち39隊は危険物戦術ユニットとして危険物処理の訓練を受けており、危険な状況下での救急作業を行うことができる。教育部。 編集リーニアその候補生に対して教育を行う部署。消防学校や救急学校を要する。防火部、編集防火活動を担う。建物を査察して行政指導を行うセリなどを要する。FDY、ストラテジックプラン2015から2017、FDY レスキュー2、FDY レスキュー3。ありがとうございます。